永遠の夫ドストエフスキー前回の続きからですそうした気持ちはピアノの前に腰を下ろした彼女の顔にはっきりと書いてあったのである彼女は何かハイドンのものを弾いたが よし余韻は失われていたとはいえ極めて正確な演奏ぶりを示したしかし彼女が硬くなっていたことも争われぬ事実だった彼女が引き終えるとベリチャーニノフは彼女の演奏ぶりをではなしにハイドンをそれも彼女の弾いたその小作品のことを盛んに褒めちぎり始めた。 すると彼女の顔にはありありと喜びの色が漂い始め自分へではないハイロンへの賛美をいかにもありがたそうに楽しげな面持ちでじっと聞いているのであったこれにはさすがのペリチャーノフも驚いて今までよりも一層の優しさと注意のこもったまなざしで思わず彼女を見直さざるを得なかったのである。 おや、これほど素晴らしい娘だとは」と彼の目が語ったそして漫座の者は一斉にこの彼の音色を読み取ったらしかったごとにカテリーナ・フェドゥーセブナ自身が人一倍「実に大したお庭ですね」と彼はバルコンのガラストに目を転じて 急に一堂に向かって言いかけた。いかがです。一つ皆さんで庭へ出てみようじゃありませんか。参りましょうよ。参りましょうよ。と娘たちのかんだかい声がそれに応じた。それはまるで彼が一朝のものの密かに気病していたところをピタリと言い当てたかのようであった。 一同は夕食までの間庭を散歩した当から昼寝をしに別前退きたくなっていたザフレイ・ビニナ夫人も一歩きしたくなっていたがまた考え直してバルコンに居残って休息をとることにしそのまま早速居眠りを始めた庭に出るとベリチャニノフと少女たち一同との仲は。 一層親しさを増した間もなく彼は庭続きのそこほこの別荘から23人の非常に若い青年が出てきて彼らの仲間に加わったのを認めた一人は大学生だったがもう一人の方はまだほんの中学生に過ぎなかった彼らはすぐさま自分の少女のそばへ走り寄ったし そその少女がいるからこそ彼らが出てきたことは一見して明らかであったさらにもう一人の青年はすこぶる陰気臭い頭髪をボサボサにして大きな青眼鏡をかけた二十歳ほどの子であったが出てくるや否やマリア・ニキイチシナやナージャを相手に前の音を寄せながら何やら早口にひそひそ話し始めた。 そして彼は険しい目つきでベリチアニノフの方をじろじろ見るのであったうち見たところ彼に対して極度の軽蔑的な態度をとることを自分の義務とでも心得ているらしい二、三人の少女が「早く何かして遊びましょうよ」と言い出した「何をして遊ぶんです?」というベリチアニノフの問いに答えて 彼女たちは鬼ごっこをはじめどんな遊戯もするけれど夕方にはことわざごっこをするのがまず普通だというのだったこのことわざごっこというのはみんながひとかたまりに座って一人だけが一時その場を外しているそして座っている連中が相談をして何か一つのことわざ例えば「急がばまわれ」「せたの長橋、 を選び出すそこで離れていた一人を呼び戻して命名が順々にそれぞれ一字ずつ区切って考えてそれを鬼に話して聞かせる一番目に口を開く者は「急がば」という言葉の入っている文句を言い二番目の者は「回れ」という言葉の入っている文句を言うといった具合に運んでいくのである。 そこで鬼はそれらの文句をみんな寄せ集めて問題のことわざを当てなければならない。ざっとこうした遊戯だそうである。そりゃきっと面白いでしょうね。とベリチャニノフは言葉を結んだ。あらだ、とってもつまんないのよ。と二三人の声が一斉に反対した。 でなければ芝居ごっこをすることもありますわ」とナージャが彼に向かって口を挟んだ「ほらあそこにぐるりにベンチの置いてある大きな木があるでしょあの木の後ろを楽屋に見立てて役者が座るんですの王様もあれば女王様もいるし王女だの青年だのみんな好き好きの役を選んでセリフを思いついて 人から順に舞台へ出てきて口から出まかせにしゃべるんですのそれでもどうにか芝居らしいものができますわそれはすばらしいと再びビリチャーニノブは三時を呈したあら嘘、とてもつまらないのよ初めのうちこそいつもなかなか面白くできるんですけどおしまいの方がき と、レタラメになっちゃうの。だって誰一人締めくくりのつけられる人がいないんですものでもあなたがいらしたらもっと面白く行くに違いありませんわね実を言うと私ともあなたのことパーベルパーベルピッツのお友達とばかり思っていましたのよ今になって考えるとあれはみんなあの人の大風呂敷だったんですのね私あなたがいらしてくださったので本当に嬉しいのよ 「それにはちゃんと訳があるの」と彼女はひどく真面目な印象の深い目つきでベリチアニノフの顔をじっと見たかと思うとすぐさまマリア・ニキイチシナの方へ行ってしまった「きっと今晩はことわざごっこが始まりますわ」と今まで彼がほとんど目にも留めなければまだ口を聞いても見なかった リンカの娘が、いきなりベリチャーニノフの耳に口を寄せて、さも内緒話でもするような調子で囁いた。今晩はきっとみんなであのパーベルパーベルビッチをからかうに違いありませんわ。あなたもそうなさいますわね。あなたが来てくださったんで本当に嬉しいわ。私たちいつもそりゃあまんないんですもの。 と、また別の近所の娘がさも親しげな調子で彼に話しかけたこれなどは今まで彼が完全に虫去っていた娘でそれがひょっこりとこの時どこからか姿を現したのだった赤茶けた髪の毛をした少女でそばかすだらけの顔を初期と歩行度のため滑稽なほど蒸気させている その間にもパーベル・パーベルピチの不安な気持ちはますます募るばかりだった庭の散歩が終わりに近づいた頃にはベリチャリノフはもうすっかりナージャと仲良しになってしまった彼女はもう戦国のように白い目でじろじろ眺めるどころかどうやら彼の思想を実際に点検することもやめにしたらしかった。 そしてただもう大声で笑ったり跳ねたり踊ったり甲高い声を立てたりして彼の手を二度ほどギュッと握りしめさえしたのだった彼女はひどく楽しい気持ちになっていてバーベルパーベルパーベルヴィツの方などは相変わらず見向きもせずまるで目にも止まらないといった様子だったベリチャニノフはこれはもう確かに何事か。 パーヴベルビィチに対する陰謀が企てられているに違いないと見て取った。現にナージャをはじめ一群れの少女がベリチャーニノフを取り囲んで向こうの方へ連れて行き他の別荘友達の一群れがいろんな口実をつけてパーヴル・パーベルビィチを別の方角へ誘ってゆくといったことも幾度となく繰り返されたのであった。 しかしその都度パーベル・パーベルビチは囲みを破ってすぐさまベリチャリノフやナイジャのいる方へ一目散に飛んできて不安そうな聞き耳を立てているその剥げ上がった頭をいきなり2人の間に突っ込むのであったしまいには彼はもう遠慮えしゃくなく時によるとその身振りや遠さに呆れるほどの子供っぽい なさを発揮するのだった。一方ベリチャニノフはカテリーナ・フェドセーブナの様子にも改めてもう一遍特別の注意を向けずにはおられなかった今でもう彼女のメリはベリチャニノフが自分を見にやってきたどころかもうすっかりナージャの方に気を取られてしまっていることはもちろんはっきり写っているはずであった。 にもかかわらず彼女の顔には宣告と同じく依然として優しい柔和な色がたたえられているのであった自分もみんなのそばにいて新米の客の話に耳を傾けているそれだけでもう彼女は十二分の幸せを感じているらしかったいじらしいこの娘は自分ではどうしても巧みに 一座の話に割って入るすべを知らないのだった。あのカテリーナフェドセーブナという姉様は。実に素晴らしい方ですね。とベリチャーリノフは。思い出したように、ナージャの耳に囁いた。まあ、カイザ姉様のこと。カイザ姉様みたいな美しい気持ちには。誰だって、とても慣れはしませんわ。 私たちみんなの天使なのよ私はあの姉様がとても好きなんですの。とナージャは嬉しくてたまらなさそうな顔で答えたやがて5時の夕食の時刻になったそしてやはりこの食事までが普通の献立ではなくて今日のご焼却のため特に心を配ったものであることは一見して明らかだった。 ふだんの献立にてっきり付け加えたものに違いないとにらまれるなかなか凝った料理が二皿も三皿も出てきたし中の一皿などは実になんとも風変わりな料理で果たして何料理と名付くべきか誰一人見当がつかなかったほどであった食卓用の普通の酒類のほかにこれもやはり今日のご焼却のため特に用意したに違いない 都会萄酒の一本があったおまけに食事の終わりごろにはどういうつもりだかシャンパンまでが現れたサフレー・ビニンローはきの度を過ごしてすっかりいいご機嫌になってしまいベリチャーニノフのいいことにいちいち快い笑い声を立てるような始末だったやがての果てにパーベル・パーベルビチはとうとう 腹をすいかねてしまった。競争心に駆られて彼は不意に自分も何かしゃれを言ってみようという気になって実際それをやってのけたのである彼ははるか御座のザフレー・ビニア夫人のそばに座っていたのだったが突如としてそこにすっかり喜んでしまった少女たちの高笑いが湧き起こったのである。 お父様お父様パーベル・パーブロビッチもシャレをしちゃいましたわよ。と中の娘が二人して一斉にはやし立てた「私たちのことを驚くに耐えたる妙なる乙女です」ってさほほうトルソーツキーさんまでがシャレを言われるとは。でどんなシャレを言われたのかな と一行振るわぬパーベルパーベルビチを引き立ててやるように彼の方へ顔を向けてさてどんなシャレが出ることかと気化の先からニコニコしながら老人は落ち着き払った声でそう言ったあのねこうおっしゃったんですわ私たちのことを驚くに耐えたる妙なる乙女ですってなる。 さてそこで老人はまだ下せずに一層人の良さそうな笑みを浮かべながらその続きを待ち受けた「ああお父様ったらお分かりにならないのね」だってほら「驚くに耐えたる」とおっしゃってそれから「妙なる」でしょ「耐えたる」と「妙なる」とは語呂が同じじゃありませんの「驚くに耐えたる妙なる乙女」 はあ、と老人はてれくさそうに音を長く引っ張った「ふーむ、いやこの次はまそっとましなのが承れるじゃろうて」そう言って老人はさもゆかいそうにからからと高笑いをした。